いいんじゃない。どうも楽勝です。ディアブロハードコアでレベル100レベルを目指すぞ。おー。今日俺トーメント行こうかなと思ってんだよね。ここを多分クリアすればいけると思うんすよ。多分だけどね。トーメントに乗り込めると思うんすよ。ヘルタイド行ってからにする？ 35 分か。もうちょっとレベル上げてもいいかなって気もしてきたな。これとりあえずさ、死者のさ、一旦トーメントは、あれだな。ささやきのキーを一旦全部終わらせてからにしよっか。もう一レベルくらい上げてから、トーメントを目指すか？いいの出た感じですね。下ない感じ。宝。これ宝見えないじゃんね。まあいいか、とりあえずちょっとなんかいろいろわちゃわちゃ動いてみるか。いや待って、ごめん、ささやきなき、これやりたいんだよね。一旦これやりたいからこっち行こう。ここから出たら多分宝箱見えるかもしれない。一旦出てみよう。これで見れるんだよね。見れないや。消し積みを250集めるわ。これなんかさ、どういうものかわかんないんだよ。なんかヘルタイのレベルをさ10レベル上げられるみたいな、そういうアイテムがあるみたいなことを風の噂で聞いたんだけど、どれかな。この程度だったらもう全然ね感じないんだよ、ね。私死を感じない。だからもうトーメント行っちゃおうかな。トーメント行ったら多分バーレクイーンとか強い武器等々も目にかかれるかな思ってた。調子に乗るな。まだ無理。250ぐらい貯めれるだろう。宝箱ここか。ここ目指そうか。今週の金曜日も飲み入っちゃったからね。飲みたくさんできないから。やれるときにやっていかねえと。本当やめてほしいよな。今回断ったんだけどね、ちょっとお金もあまり余裕がないもんでみたいな感じで断ったんだけど。あ、いやいや出してあげるから。そう？
まあ、じゃあしょうがないか。ちょっとね、注意して、注意する、やつらを止めて、注意する、おい、こいつら落とすんだろうな、ちゃんと。うわ、落とさなそう。時間が無駄っぽいな。なんかレベルも68とか69。まあまあ強い。ちょっと待って待って、どうした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 。このディアブロ中にこの通信状況悪くなるのマジで勘弁してほしい。俺それで一回死んだことあるから、ラグってる間に。みんな下にいるよ、やっちゃいな。今83か、まあいけるだろう、250くらい、あと30分だ。トーメント楽しみだな、ドルイド以来だよ、あの心が折れたドルイド以来、無限障壁ビルドもシーズン2の頃やってた、あれ以来トーメント。できればな。もう今更 WASD やりたくねえよ俺、覚えたくねえな新しいこと、疲れるし、覚えたら楽しいんだろうけどな、今更さ新しいことを覚えるの結構しんどいんだよな、疲れちゃうんだよ。頭が思ったより見た目が陰性とかでもさ、脳震えなくなっちゃったから、そろそろそれいっちゃおうよ。ちょっと話、でも昨日の段階で多分いけたんだよな、昨日なんかね配信しようと思ったんだけど、バロラントのプロの試合あったんで、テレビと見ながらディアブロレベル上げしてる。おお、昨日の段階で行けよかった。でも配信に行ったらいいよ、せっかくなら。裏でチマチマやってて、それ行きました、トムに行きました、
死んでそうで怖いんだよな。になっちゃってきたもんな。なんか出たぞ。まだ無理。邪魔なんだけど。もうそろそろ、もうそろそろやんでほしいんだけど、もう行きたいんだけど。あついた。王者来るぞ。行け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 。みんな、それでやっちゃいなよ。大ナイス。おお、なんかこれユニークアミュレットピタっぽい匂いするね。到着しました。210、あと40くらい。バッシュ。250いった？まだいってない。みんなもうちょっと頑張って。粘って。これやめてほしいな。隕石やめてほしい。してる。めぐりいったね。タック。みんな帰るよ。これ開けて。それは高すぎる。え？275必要らしいよみんな。あと6必要だよ。やっちゃおうか。みんな詰まったよ。帰ろっか。帰るよ。ほい。マジかよ。275払ってさ、レジェンダリーなしなんてことがあっていいのか。ほい。結局正面にはこいつがないけどな。まじたぶん67にはなる。片付いた。兜と足手。兜は強い。え、なんか武器なくなってんだけど。え、なんか武器なしで戦ってたのに。怖いことするな。カブと足。え、まあ足かな。
2個で。より高度な焼き戻しレシピ。これレシピもなんか使い捨てじゃないっぽいね、この感じを見る限り。また来てくださいね。微妙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 。病害がさらに小さな投射体を放ち、息を貫通3秒間にわたり7点が入る。これ持ってんの？なんか前回も手に入れた気がするな。これだ。こっちの方が強い。15,096。もうマックスじゃん。頑張っちゃいまーす。壊し。炉にはいつも火が入ってます。じゃあこれでいっちゃおっか。トーメンティーヤ。トーメンティーヤ。認証制。276？ 意志力。ここ知力も結構取んなきゃいけないでしょ。困っちゃうな。これ行くか。さすがにこっちだったな。はい、じゃあ行っちゃおう。なんでめっちゃサブクエ終わらした。無心でやってた。どんな時も、これいけるんだよな、多分な。あんまりさ、これトーメントダンジョンに行った記憶がないんだよね。一回しか行ったことないからさ。行ってるはずなんだよね。それを経験してるはずだから。73か4レベルくらいまでも行ったはずだから、経験してるはずではあるんだけど。なんだよな、俺キムが如くもやりてえんだよな。キムが如くもやりてえし、この前スチームのセールで買ったロックマンもやりてえし、でモンスターハンターも久しぶりにちょっとやってみたいなっていう気はしている。困ったな。なんだかな、堕落の神殿。まあ多分余裕だと思う。70レベル、もうプラス10レベルくらいは、10レベルだって。10レベルくらいはいけるから。通過点？一応エリクサー飲んどくか。おい、おい。呪われてる。ここは、呪われているんだ。呪われし者の控えの間に入り道を選ぶ。こっち弱者の紋章。 Y 弱者。俺は自分が弱いことを知ってるから。無知の知だ。自分が弱いとは1ミリも思ってなさそうだな。そこの違いだろうな。俺とお前らの差。ここがゴールか。
旦こっち探索しろよ。このノリね。ちょろいね。豆腐のように敵が崩れちゃう。ブッチャでも出てこねえか。宝石に頼ってねえな。そろそろ宝石に手出すのもありかもしれない。エリクサ落としてくれるのありがたい。弱者の試練を生き延びる。頑張るべきだったな。でここに来てゴールね。はい、結局さこっちもやるみたいなノリじゃないの。そういうノリではない。そういうノリではないんだ。やっぱどっちかしかできないんだ。左かな。爆弾なのよ。ルナティック、ルナティックティアが強い。バンドが死ぬとしたら多分俺こいつな気がするわ。こいつかブッチャ。死ぬとしたらその二人が原因気がする。違うっぽい。こっちから回ってきなさいみたいな。なんかちょっと重いんだよな。どうした？
こに来ました。時間がいる。70レベルぐらいじゃしびれんわ。てかちょっと待って、今やっていいことかわかんないけど、これヘルタイドでアクティビティで楽しめないようなおぼるの量、これかな、ささやきの報酬ゲッチゲッチ。結局どっちもやる感じか。なんだ。ちょっと一回アンチでさ、あれ見たいかも。ここアンチかな。これ見たい。おいおい。こんな出た。あと、もらえる粉はここか。シーズンキャラ、レベル63。あー、だけど、ここまで達成しないといけないね。はいはい。もうちょっとこのゲームをやんなきゃあげないよー、みたいなのね。レベルは達してるけど。おい、おい、おい。トイリングウォール。人食い族から敵外心入手入手入手。俺見てた、お前が一人で後ろから囲まれる時を回避する。俺見てた。疲れたかな。こいつが怖いのよ。こっちからさ、観察しない？どっちからがいいかな？こっち戻ってみるか、一旦。おい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 。六六六。あと1つくらいかな。
上から見てみようかな。あーいや下からにしようか。下が正解じゃないですか。上が正解だろうな。右から行こうか。どうせ繋がってんだろ。繋がっているんだ。消えた。でゴールね。ここに入れてゴール。エライアスの使徒瞬殺ね。みんな心せよ。来るぞ。運の札焼き戻し、ね、なんじゃこれ。まあ病害プラス2か。まあかな。全部壊していいかな。でもいやまあだね。全部まあおばろ。で一回木を変えて全部壊して、じゃあトーメント行くか。とうとう来たか、トーメント。敵何レベルだっけな。 74?75?75?70 だっけ。ヘルタイドいけるかな。ちょうど終わりそうだ。はい、モンスターから得られる経験値が150から250になる。ドロップゴールド 20% 増加。全属性耐性が 50% 低下だって。あーもっと食らいやすくなっちゃうんだ。それの相手のが落ちます。はい、はい、ティア46以上のナイトメアダンジョンをクリアする。ティア 46? シンパンですね。これが左下の分かった。これはそういえばドナンは若い鍛冶師の話をしている。あの話に真実が含まれているなら目的のものはナイトメアダンジョンで見つかる。自分で行けってこと。まずちょっとこっちから行ってみる。
審判の角について妙な噂を聞いた。オベリスクの形をした奇妙な石がニミア山の頂上にあるという噂。石がどのような経緯でジーカルに出現したかはわからない。審判の角がある町の港を調べて。アダコーダウンタラカンタどのこうのだって。何のご用ね。一旦まずさ、それの武器残りはどうぞ揃えたいんすよね。デミアンもいいけどさ、久しぶりにガチャ行っちゃう。ガチャ行っとく。おのついてないね。またこれだけで780めっちゃ攻撃力上がるよ。ほいほい。上物ね。でも、もっといいものが。ほいほい。かなりの魔力が込められているわ。ほいほい。祈りが通じたみたいね。先生。すみよう。知力、ライフ、脆弱ダメージいらんか。ボーンスピアのメイン攻撃がアーダコーダー。いらないな。蘇りしシェパールつけ使いたいの。どういうこと。どんくらった7996。うわー、2000くらい違う。うわ、1000、あ、知力が172だから爆上げ侍なんだ。マジで3000くらい変わる。で、ライフも5300。うわー、すごい。よみがえりし、うんたらかんたら。よみがえりし、シェパールのうんたらかんたら。よみがえりし、なんちゃらかんちゃらの化身。64マソ。これなかなかやな。64マソらしい。え、もう一個くらいなんかないかな。6976948。クリトンメイジマスター、あ、防御力まあ指輪かな。はい、祈りが通じたみたいね。いずれかの呪いを受けている敵へのダメージが、うわーこれ強いんだけどな。ライフ最大値586、ダメージ継続ダメ、まあ、悪くはねえんだけど。死者の、不屈か突進。普通のものを特別に変えます。突進は？うわあ、これどっちだろうな。不屈も突進。あ、不屈の 94% 増か。あー、ちょっと高いか。突進摂氏は110変わらずか。じゃあ普通かな。はいはい、
これあれだね、結構さ軽はずみにできないね、ガチャ発射で。もう一個いくか、指輪もう一個いっちゃおう。かなりの魔力が込められているわ。上物ね、うん、祈りが通じたみたいね。あいや リソース消費現象とかマジ超絶いらないの引いた、超絶いらないの引いちゃったよ。どうしよう、呪術は扱いません、真っ当な魔術。火炎大勢もいらないしな、まあ、でも火炎大勢の方がまだいるか、知力かな。はいはい、ご申請。元気か、元気か。これ素材がなくなっちゃうわ、こんな軽はずみにアイテム変えてたら。でも今ちょっと大事だと思う、今大事な時だと思う。あ、もうガチャも引けねえや。足かな。上物ね。で、祈りが通じたみたいね。うわー、この足微妙。いや、この足使えないわ。いや厳しいか。ちょっとじゃあ足は変えないとこかな。足は一旦ここに置いといて、で全部壊そうか。どうよ、これで一旦ヘルタイド来ちゃったけど、多分ちょっとレベルが高いと思うんだよね。75、あでも75か。え、ちょっと一旦さヘルタイドがさ何レベルか見たい。普通の敵で75だわ、普通の敵で75だから、ヘルタイドだと78くらいになってんじゃないかな。まあ、いけないこともないけどね、78でも。ちょっと一旦ヘルタイドはさ、もうちょっとレベル上がってからにしよう。帰ろう。ここちょっと普通のナチュラルにストーリー楽しもう。久しぶりのヘルタイドじゃなくてトーメントだし。あれ、あこっちやねん、こっちだ。通常の敵でも8レベル高いからね、油断したら死のう。だまー、審判の角、何これ、初めて見た、何これ、よくわかんない。今週の審判で試練場に挑みましょう、モンスターを倒して力の、わかんない、何やってんのここ、何これ、これ大事。うわ、開始しちゃった。やばい、わかんないことやめといた方がよかったかも。え、やめたい。モンスターを倒してスコアを獲得。うわ、やっちゃった。なんでわかんないことやっちゃったんだろう。俺これで死んじゃったらもう125で無理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 。
え、ど、終われない、ど、ど、終われないの？どうなんのこれマジ最悪、何余計なことしちゃった、何それ、75レベルって書いてたじゃん、どうしようこれ、どうなんのこれ、え、ちょっと調べていい、何試練場って、もう余計なことしたんだけど、マジでうざい、無理だよ125レベルなんて。ディアブロ4試練場、ワールドティア4に到達すればノーマルハードコア問わず試練シーズン領域の全クラスで挑戦可能、100以上のモンスターが出現する、試練場の出方、これもう強い人向けのやつじゃん、もうちょ言ってよ、本当に入りますかみたいな、100以上のモンスター出ますよみたいな、不親切だわ、試練場では倒されても復活できるだって、いや別に死んでもあれなのかな、ハードコアだけど関係ないのかな、これどうなるんだろう、一回戻ってみるか、え、なんか出ててくんねえかな、俺これでさ死んでさハードコアチャレンジ終了とかマジで嫌なんだけど、マジ頼むわ、本当に嫌だわ、よかった、もうマジでもう二度と触んない、何これ今の、超つまんねえこと起きそうだったわ。ああ、切れるとこだった、危ねえ。ちょっとさ、じゃあ、普通の敵も75レベルか。ヘビタイドじゃなくていい気がすんな。もう1レベル上げたいんだよな。ちょっとじゃあ、あれか。ナイトメアダンジョンやるか、72レベル73レベル75レベル、77くらいやったらいいんだけど、76とか77とかそういうの無理っすか、78だ、またぜひお越しください、じゃあ75だ、うわマジで危なかったな、なんか意味わかんない新要素で死ぬとこだったわ、125ってなんだよマジで、怖い、
やっぱさ、見切り発車ってダメだよねってことだね。学ぼう、これで。はい、ゴーゴーゴー、 Here we go。これのレベルならいけるな。武器もまあまあ強くなったし。ヘルタイルいけたかもな。武器もさ、だいぶ強くなったしさ。いけたかもしれない。そんなにビビんな。お前ら中で戦えよ。みんな茨で死んじゃったから。前線で戦う人たちもいなかったんだ。蹂躙していこう。こっからや。右が正解な気がするな。ちょっと右込みんな。焼き戻し秘伝書。後ろからも来たぞ。時間がいる。焼き戻し、焼き戻しって言うの何なんだろう。多分武器にスキルを付与できる新要素だと思うんだけど、シーズン2にはなかった。偶像破壊、あと2個。あ、ちょっと鳴らしていこうか。70レベルまでさ、ナイトメアダンジョンで鳴らしていこう。70レベルいったらあれでヘルタイドでワクワクドキドキしてもいいかもしれない。これブーツ。もうね、ブーツはね、あれ以外認めん。最大回避チャージ以外認めない。それ以外はもう無理。どんなによっても。あれ、あ、ここがゴール。もう一個破壊してからこっちに来るってことな。承知。
もう終盤になったらさ、レジェンダリーとかよりレアの、装備とかは集めて、それをレジェンダリー化するのが一番いいみたいな話もあって、誰かが言ってたよ。気がついてる。だからレアだからって捨てない方がいいかもしれない。しっかりレアでもさ、能力がいいから残していった方がいいかもしれない。多分レジェンダリーのやつをイジイジするよりレアのやつイジイジした方が安いと思うんだよ。お金的にも素材的にも。いや45ってことはさ、いや21で70100レベル近いナイトメアダンジョンクリアしろってことなんだ。いや当分先だね。わらわら先、あと10レベル以上、20レベルとは言わ、まあ、20レベルくらいかな。20レベルくらい上げてたら、終わりがない。タイミングが噛み合えば死んでそう。シャーマンだから殺しても殺しても復活させるのか、こいつ多分。ガランの鍵、良さそうな気がするんだけどな。そうでもないのかな。ただで撃てるし、攻撃力上がるし、なんかあんまり水軸の強みが、まあ、相手を遅くするから十分強いんだろうけど、20分かかんないくらいできる。回避するとライフ最大値の 10% に当たる強化。ほー、これまあまあ強いんですけど。
まあまあ強いんですけど。なるほど、レジェンダリーは3個スキルがある、レアは2個スキルがある。でもなんかレアの中でも3個スキルがあるやつ確か前あった気がするんだけどな。0.4 秒か。ブラッドミストプラス3強えな、これ。この毎秒ごとのライフ回復量が防御力になったら、これは全然使いやすいです。腕を変えればいいからな。くしくもでもクールダウン時間は変わんないな。 0.4 秒以上だったら何でもよかったな。 0.5 秒だったら最高だったな。おう、一旦帰宅。帰宅部。6時半か。ヘルファイラでも行けそうな気がするけどな。死んじゃうのかな。プラス10ヘルタイドなんか失敗したら死にそうで嫌なんだよな。ちょっと装備整うまでやめよっか。で、一旦ガチャ引こっか。口割りの奇跡をその手に。何をお探しで？これ。426、実は弱い。ライフ回復量毎秒143、強いな。視力82か。防御力は低いけど攻撃力は上がっちゃう。そんなに上がらない、そんなに上がらない。防御力は800くらい下がる。なんだな、オーラと魂に輝きを。こっちこれも怖そう。全然よし。まだ使える、大事にしてください。まだ使える、大事にしてください。視力上げて、視力上げて、知力上げて、知力上げて、それでここが働く。自分のミニオンが敵にダメージを与える、何切れてんの、たびにその敵は10秒間に当たる。自分のミニオンにはいいよね。大体15回。でちょっと意志力を上げながらパラゴンを解放させるのが上げたいんだ。あと20上げたい。視力を。視力あと20か。4。9。
か右か上か。どこでもいいや、どこでもいいです。左にしようかな。じゃあちょっと時間がもったいないので次行こうか。76、あんま76でもいいじゃん。このダンジョン終了時に獲得するグリフ経験値が 20% 増加。移ろう闇が、あーこれめちょっとめんどくさいけど、ちょっとだけ。巻物ってこれか、脱出の巻物のことか。ハーレクイーンがね、70何で、ちょっと待って調べるか。いや、31以上のナイトメアダンジョン。全然まだまだだね。全然やめてもらえますか。逃げないでよ。やっちゃってよ。暗いな、デビルメイクは。いいな、その闇爆弾やめてくれ。ここがゴール、なんかここがゴールだったら一回目行ってみよう。あー、そういう感じのディンジョンね。うわ、減り方やば、毒の。もう毎秒回復する量もやばい。これ命尽きない、瞬間的に減らない限り。やべえ、当たってた。なんか俺いつか死んじゃいそうだな、こんなに強いのに。時間がいる。あと1匹か、こっちか。
楽しい。火抜けなくなってきた。ちょっとの油断で死ぬぞ。中で倒さないといけないらしいよ、みんな外じゃなくて。みんな外で倒しちゃうからクリアできねえよ。こういう弊害もあるんだ。自分で倒してコントロールできねえから。勝手にこいつら倒しちゃうから外で。なるほどな、そういう弊害もあるか。ちゃんとオタクくんだねこいつは。言うこと聞かないね姫の。だろう今の距離で当たるの。結構距離取ったつもりだけどな。ピヨン。なるほど、あっちが入り口、まあどっちかが入り口でどっちかが出口みたいな。何もなく回廊に向かう。意外に難しいかも。で、受けるダメージも 1.25 倍上がってんだもん。属性ダメージは。いやだから属性防御力をもうちょっと上げなきゃいけないって感じかなかな。これ、お母さんは。殺して、うん、まあ、まず左やな。わあ光る。左がボールっぽいな。じゃあ右行こうか。
見張り版のタイフォンを倒して魔術師の鍵を回収するやつ。何者と壁ドンじゃねえよな。大声出してねえぞ。俺も多分携帯とか落としたら下の階の人にすごい逃げらしちゃったな。あんなデカオだ。時間ない。知力なんちゃら微妙だね。ライフ最大値脆弱利益これじゃないね。ライフ最大値毎秒はいらないね。うわでも影なる病魔のパッシブが鬼クソ強い。壊して次に使った方がいいな。あまりにもいいアミュレットとは言えない。ライフ最大値は OK。 毎秒ライフとシャドウ耐性がいらないな。これも理想がこれなんだよな俺の中で。合計防御力、クールダウン、まああとなんか視力は正直なんでもいいけど、合計防御力とクールダウン欲しいんすよね。上か。低いのを補いたいって筋力いらないかな。いや31以上か。まだまだだな。69レベル。もうそろそろヘルタイド行ってもいい気がしなくもなる、うん、もうちょっとナイトメアダンジョン楽しもうかな。あもう20時40分だ。早いな。まあでも当たりの、そう、病害。当たりの病害引いたから OK。OK、OK。ほな。77。ゴールド探知最高。うわ、ストームベイン怖えー。
その便怖え、怖し。78でもいいけど。あーでも障壁だるい。壊したね。今ヘルタでどんくらい？13分。ああちょうどいいんじゃない？1ダンジョンやってちょうどヘルタイドの時間になるんじゃない？ゴー！ストームベインちょっと怖いな。チンタラチンタラするわけにもいかなくなっちゃった。エリクサバカはお前だよ。全然やめて。怖いな。今の輝きユニークっぽい。ユニークの大釜引いた。それの。できればお前ら前行ってほしいな。確かに心なしか普段より高いかも。もらえる額が心なしかね。おお、なんかこれもユニーク。あ違う、これそれの。トレーの色か、これユニークじゃなくて。紛らわしい。これ引いたかと思ったわ。気づくのが怖かった。
してる。なんかゴーレイムしか働けないかね。多いから一旦戻ろう。ここ探索したい。なんかここにいいものが。うわっ、あれ HP の自動回復なくなってる。なんでだ。攻撃したら回復するの。なんもねー、ただ戻ってきただけです。マングラー攻撃したら回復するの。これ何？これなんか何？止め印みたいなついてる。なんかすごそう。やりたれ行こうかな。相手にもダメージ与えてくれたらな、フェアなの。こんな日に長くやりたくない。こっちゴールだ。やばいよねこれね。クリックしてからすごいなんか時差あるもん。やっちゃいそうだな。よーし、10分くらいで一ダンジョン回れるよ。急げば一つのエリクサーでさ3ダンジョンくらい消せるよ。はいはい、すごいか。
輝きのやつって何なんだアイアンメイデンが闇スキルに。いやそうなんだよ、これつけちゃったらアイアンメイデン闇スキルでさ、バン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 苦しんでいる敵と直接ダメージを受けると敵部の攻撃で参上が強いと思うんだけどな、アイアンメイデンにした方が。これ何なのこの米印、命中時のライフ回復量プラス32がなんか米印ついてる。これレアってこと、まぶいってこと。さすがに米印ってこと出てこない。出てこない。これ何なんだろう。一応取っとくか、謎が分かるまで。最大、うわーこれ強え。無駄がねえ。あ、まあ移動速度をちょっと欲しいかくらい。いやでも全部高いな。まあ防御力はちょっとでも全然十分だね。うわこれにしよう。移動速度が 8.3 下がっちゃうけど補ってあまりある強さ。よし、で物を売ってもう一段階に行ってきてもいいけど、アカラットの祝福を旅の方で、これ強いけどな、これもういらないな。これ取っといて、これちょっと取っとこうか、強そうだし。これも取っとこう。でガチャ一旦、ガチャ引くにしても何と交換する？これ知力かな。知力まあ十分あるっちゃあるからね。これ下げたら攻撃力300くらい下がるのか。まあ一旦ちょっと知力なしで移動速度上がるかどうかを試してみようかなーって。思ってるんですけど。どうしようかなーって。
悩むね、マジで。全然問題ないっちゃ問題ない。あれ？違う、それじゃない。これ。まあ、でも移動速度欲しいよね。防御力いらないかな、むしろ。防御力が移動速度になったら嬉しいか。焼き戻し。なんだ、名工品製造。機動力。移動速度プラス 8.0 欲しいな。これさ、ちょっと待って、他のやつでさ、鍛冶屋が必要ならまたどうぞ。壊しそうなやつない？やべえ、なんか壊さなきゃよかった。あのレアでなんか一回試せばよかったな。まあいいや、ぶつけ本番で。移動速度プラス8欲しいかも。それアイテムは2つの焼き戻しが可能だって。ガチャなのかな、この3択のうちの1個ってことなのかな。ブラッドミスト外したってこと。既存の特性が置き換えられる。お金はかかんないんだ。エリート倒した後の移動速度。いや、違う。他のをつけたらどうなるの？あ、他のはもう一個つけれる。同じのは5回までしかチャンスないよってこと。え、じゃあ、マジでガチャだ。速度引いてよ。イエーイ。で、コープスエクスプロージョンの大きさ、これも欲しいです。移動速度ついてみてるな。防御力俺いらない、これもさ、一旦さ、いらっしゃい。違う、危ない、こっち。これで移動速度出たらもう超絶射精不可避。回避ね。スケルトンウォーリアーマスター。スケルトンウォーリアーマスター、
どっちだろうね、防御力。スケルトンメイジだったらねいいんだけど、ウォーリアーは別に俺の中じゃあんまり、こいつらは、まあ、強いっちゃ強いけど前線で壁になるのと挑発して敵を誘導する係だから、こいつらが別に強くなろうが強くなろうがあんまり正直関係ない。やばい、あ、あ、やばい、終わった。いや、こんなにぶっ破するようなものじゃなかったかもしんないけど、まあいいや、まあいいんだ別に。で、スケルトンウォーリアーと、あ、待って、じゃあもう一回ちょっと休み出したい。ユーティリティ、コープスエクスプロージョンの範囲。試食層の大きさ、はーい。うわー、あと2、ぜ、なるほど、リロール自体がそんなに何回もできないのか。一つの商品で6回、5、6回しかできないんだ。お願い。うわぁもういい、呪いのスキルの持続時間 37% は別に悪くないからね。しょうがないな、一旦これで我慢するしかない。必要なら大事に使ってください。しょうがないじゃないか。スケルトンウォーリアーとスケルトンメイジの数が2個増える。これは邪教か、邪教のなんたらかんたら、邪教の化身。これだ、金やべえ、むっちゃ使った。なんと優れた一品。これ止まらんな。うぅー、ふわっ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 、ライフも上がってる。最大、あ、回避も4回できる、ね、直します。4回できる。50分で減る態度いく。78レベル、まあ、プラス8くらいだったらいけっべよ、まあ、こういう感じで、まあ、靴がもう一番ね正解に近づいてるね、まあ、あとここが防御力が移動速度に変わればもう満タイかなっていう風な感じで、お金をかけてスキルをチェンジチェンジチェンジ。何もない、流されないの。チェンジしてって、理想の武器、装備を作るよー、みたいな感じかな。ちょっと怖いけどね、プラス8レベル。まあ、厳しい、1回でもさ、死を感じたら、ちょっと戻ろっか。なんか明治の数減ってね。
あれかブーツ入れ替えたらそれは買えない。お100レベルのやついる。もね、ちょっとたくさん集めたいからちょっと一旦ヘルタイドでいろいろ集めちゃおうかな。これハードコアのやつはハードコアの人しかオンラインマッチしないのか。本当に困った時がそろそろ来るから。なんか挟まっちゃう場所が。
村人どこ？頼む、助けてくれ。みんな助けてあげて。動かないで、助けてあげるから。倒しておいでって。この雲だよ。君忘れない。なんかいろいろピン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 言ってた割にはそんなにないの。ショーみたいなのちょっとそろそろ行こっか。めっちゃ足ある。ちょっとやばかったね、さっきの量で。さすがに死を感じざるを得なかった。レベルが上がればレベルが上がるほどイージーになってくる。今が一番きついんだって言ってる。やっぱメイジが強いね。一発一発が重いんだろうな、メイジ。
ゴレン、ゴレン死んだ？ゴレンいないんだけど。大騒ぎした。言ってるのは分かる。時間がいる。食べたくねえ。苦しい。時間がいる。どうたら HP 減ったんだろう。毒だったり何だったり。幼稚っぽいね。めっちゃ出るから。事故。ばっかりだ。うわ、今のもやばい。これさ、宝箱2個出たら1人いねえよ。環境悪すぎる。
175。あと50くらいかな。いくら集めたら。一旦やめよう。どこ？ああこっちじゃないっぽいな。あこっちか。宝箱近くまで行って、おこぼれ扱っていい。まだこの辺はどこか行くの。おこぼれ預かれる。東面島あたりからすごいオンラインプレイヤーが増えている。100レベルでも減る。いやラグい、ラグい、ラグい。死ぬ死ぬ死ぬ、マジで死ぬ。帰ろう。とりあえずトーメントに来れてよかった。なんだろうな、今日だけなのか、これが今後もこんな感じなのか。こんな感じの感じで俺やりたくないよ。ハードコアすごいよ、すんごい。なんかいろいろあるよ。はい、微妙。自身とミニオンのダメージ減少が19。お、いいじゃん。知力、ライフ最大値毎秒。毎秒がいらない。毎秒が防御力、あ、違う、知力、ライフ最大値毎秒。毎秒がいらないな。毎秒、毎秒、毎秒が防御力だったらな。これでもありです。候補。レッツ参考。ユニークだ。付近にいる死体に対して自動的に 1.2 秒に1回スケルトンとか 1.2 秒に1回降伏する。10秒に1回死傷する。これ強そうだけど。ユニークは、うん、また米印ある。ダメージ40。多分この米印なんかあれなんだろうな、特別に高い数字なんじゃない。なんかこの間もこれも
命中時ライフ回復が32とか、結構レアスキルですよみたいな、レアスキルの数値ですよみたいな、なんだ。うわーやべえ、今日めっちゃ重いな。ライフ最大値命中値、なんかあれだね、レアの方が価値が高くなったみたいなのがなくなったんだ。レアとさ、レジェンダリーの価値が同等だったり前はしたけど、そういうのもなくなっちゃった。ちゃんとレジェンダリーはレジェンダリーで恩恵があるんだ。炉の火は消しません。またどうぞ。ブーツはじゃない。ズボンは変えてもいい。毎秒ごとライフ回復が、これがね、防御力になってくれたら、もう大チキ。わ、1回のさ、30分も経ったら20分くらいかな。100万くらい貯まるんだから、これ美味しいな、これな。エンジェルブルースも結構溜まってるぞ。はい、はい、防御力1290、これもう完璧、パーフェクトプレイヤー。ライフ最大値という垂直の範囲、オーラと魂に輝きを。ライフ最大値、これだな。一発で。切れちゃうかもしんない、そろそろ。なんなの、3連続でそんなことないだろう。27分の1だろそれ。なんでその確率引くんだ。なんで3分の1を3回引いてんだよ。引かれてんだろ。おい、リローラーと3回しかできないじゃん。防御力で一旦満足するよ。最悪なんだが、衰弱の範囲というか、それは持ってな。あ、これか。うわ、こら、ここで衰弱の範囲引くのはなかなか至難の技ですぞ。さっきこれで呪いスキルのやつ引いたから、まあ、最悪コープスエクスプロージョンの大きさでも良い。おい、このガチャ要素マジで脳溶ける。超楽しい。アイアンメイドね、アイアンメイドはダメですよ。いやー、いや、どうしよう、あと1回できるんだけどさ、もうさすがにそのあれはない。
さすがにそのあれはない。13357から15409 15409で指輪ね、指輪はね、まあ、攻撃速度が引ければ嬉しいな。大事にしてください。そうだったらいいのにな。攻撃速度引くまでやるか。まあ、あんまり満足してないから、ね、一旦これで仮でいいや。で、死者の軍勢ね。不屈ね。不屈の化身ね。これしかもそのまま使えるのがいいな。鍛えられし骨のズボンなのか。不屈。不屈は攻撃かな。いや、ユーティリティの可能性ある。攻撃だ。金いくらあっても足んねえな。うわ、超脳溶ける。マジ楽しい。何このゲーム。運要素増えてて超おもろい。スケルトンメイジダメージとスキルクールダウンが欲しい。あと、あれで、焼き戻しで。これだ。スケルトンメイジのダメージ、ダメージ、ダメージ。召喚スキル、まあ、一旦これにあんまりかけたくないな。はい、一発、はい、一発つも67か。まあまあ悪い数字じゃないか。中間でスキル、スキルがアーダコーダ。あ、奥義スキルのクールダウンか。あー、これか。普通のクールダウンはいらないんだ。あー、奥義の回転率上げたいわけだ、要は。ボーンスピリットいらないでしょ。ゴーレム発生中のクールダウン時間短縮。あー、まあ、ゴーレムも一応使ってる。骨化加速いらない。これ結構ガチャ使うよ、多分。奥義以外必要ないからね、正直。ゴーレムも、9秒に1回使うから、まあ、そんなに、そもそも俺そんな使わないし、ゴーレム。ここのガチャ結構痺れるよ。4分の1。悪くはないんだけどね、正直。まあ、いい方を引いたはずな、いい方を引いた方なんだけど、奥義スキルじゃないとな、意味ないよ。あ、うわー、これマジでおもろいな。これさ、お目当てのさ装備が手に入っても、これで失敗しちゃったらお釈迦なんだ。これで運ゲー失敗しちゃったら、結局はもう一回理想の装備を探さないといけない。まあだからどっかで妥協も必要なのかもしんないね。完璧なものはちょっと厳しいみたいな。あー、ゴーレムで妥協するべきだったかもな、これ。終わったかも。終わりし、ものかも。まあ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 、まあ、まだ良かったかな。楽しみです。まだ良かったかなって。おもろいじゃん、このシステム。いや、普通におもろい。
よりマシです。また土を振るうのが楽しみです。防御力15000、攻撃力11000、ライフ8000。もうちょっとやりてえ、時間もあんのにな。ダメだ、今日はちょっと通信状況が良くない。おもろい。で次からちょっとヘルタイドぶん回して、ちょっと裏でヘルタイド回さない方がいいかもね。いやでも裏でね回してるとね、その配信してない分ね通信そんな悪くないんだよ。裏でヘルタイド回して死んだら目も当てられねえから、笑えないから。鉄郎団員になれるだろう。死者を確認しますね。撃ちましたか。なんだ死者を確認。どれの師匠か。え、ないないわけないのに。死者を糧に暮らすの。俺見たことないの、死者を糧に。下を消費した後の6秒間与えるダメージか。なるほど、これが上がるんだ。あー、まあ悪くはない、ね、攻撃速度。でもアミュレットはね、俺ね結構違うんだよね。クールダウン欲しいんだよね。アミュレットはね、攻撃速度はありだけど、生髄1カット獲得だったけど、超絶いらないから。筋力165。壊しかな。しかも神聖かよ。死刑でね、俺も神聖武器なんか使わねえ。すぐだこれが5体の死体を消費するの。
意志力と敏捷を上げたいな。どっちが低い？意志力はちょっと低い。はい。あ、こんなもんかな、今日は。おー、トーメント来て、今日始めたのが66レベルだから、1日5レベルは上がったと。2時間で。まあ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 。今、もう完成に近いのはブーツ。まあ、指輪はちょっと、まあ、ブーツだけかな。あと、これか。あー、ブーツ。こいつはもう完成することないのか。まあ、ブーツとズボンがまあ一番完成には近い。こういう感じでちょっと装備を整えていきながら、アップレベルを目指すぞ。おーみたいなノリでやっていきます。では今日終了。おっつ。